せばよ。これで全然卑怯じゃねえわけだな。フンガミユウヤ、入院続行。もし再びハイウェイスターを使って怪我の回復を図ろうとしたら何度でもぶちのめすとジョウスケに念を押され、アープキャン。すげえ爽やかな気分だぜ。新しいパンツを履いたばかりの正月元旦の朝のようによ。ユウちゃん。しかし取り巻きの女の子に看護してもらって、その点は羨ましいやつ。